はいどうも、今回はこちら、長谷川の川小カローラレビンです。やっていきたいと思います。レビンが続きますけども、これもほぼファーストロットのやつです。で、これはデカールがなんとかギリ使えそうなので、この仕様で作ってみようかなというふうに思います。多分ね、みんなこの仕様を作ってないと思いますんで、あえて、ね、この仕様で、で、ほぼファーストロットのやつ、多分モールドなんとかなるんじゃないかなというふうに思うんですけども、やっていきましょう。ここのね、トランクとの隔壁の部分と足元の部分、またアルミテープ使ってね、ちょっとディティールアップ、バッチリディティールアップではない、あくまでちょっとディティールアップ。よいしょよいしょよいしょ、で、つまようじ、この際のところだけビーってやって、デザインナイフで、よし、こんな感じでね。多分実写はどうなんだろうな、ここ強度出すためにっていうところではないと思うんですよね。強度出ないと思うんだけどな、ここだけでは。だからただの隔壁隠しだったら、あ、でもあれか、燃料タンク暗淡があるから、暗淡とのその何、あれよ、防火壁としての役割もあるのかもしれないですね。まあこんな感じでね、ちょっとだけディティールアップ、塗装だけじゃなくてね、こんな感じでやってみてもいいんじゃないのっていう感じですね。前の動画を見てもらえば、まあこの前にね、100系のレビンもう1台作ったじゃないですか。もうあまりにね、なんかね、作っててね、悲しくなってくるんすよね。なんか、なんでこんなになってんのっていうことをね、すごく思ってしまいます。ヘッドライトのレンズ合いません。 R がそもそも合ってません。長さも合ってません。ここの出っ張りの分でしっかりつきません。テールランプ
歌いません。まあ多分その動画の方でも話してると思うんですけど、何よこれ、何よこれ。センターバーにしても全然合わなかったし、もうかなりねげんなりしてます。ミラーの取り付け部分やたら長くて、こっちがやたら浅いのでつきません。うまいこと、基本的に自分はね思い入れのある車だったりとかしたら、多少はね過去の動画を見てもらえば分かると思うんですけど、多少はまあちょっとひいき目にね見ることをしますよ。で確かにこの101リビンもキット化してくれてるだけでありがたい、確かにそうなんだけど、ましてやね自分が乗ってた100系カローラ、まあ、101GT 乗ってたって話しましたけど、でこんなキットにしてくれたのっていう風に正直思っちゃいますね。もうがっかり。だからもうね、実は今これ収録してるの夜の11時回ってるんですけど、かといってまあ組まないと話が始まらないんで組みますけど、かなりねテンションガタ落ちしてます。悲しいなぁ。なんでこんな風にしてくれたんやろ。この消火器かな、つきません。なのでつくところをちょっとこっち側のねリア側の方をちょっと削ってはめるようにしました。あとはまあもう一台のネルビンの方で話してますんで、そっちの方を見てもらえればと思うんですけど、これねなんかもう悲しくなっちゃった。じゃあ組みます。ぼやいてもなれない。作ってきます。はい、長谷川のカーショーカローラレビン完成でーす。まあランドマークのベースにしたね、ノーマル外観のやつから見ていただいている方はあれですけど、もう悲しい、私は悲しいよ。本当に、ボンピンは92の、グループ A から流用しました。車高はとりあえず下げれるだけ下げてっていう風にしたんですけど、本当はフロントもうちょこっと下げたかったんですけど、これ以上は下げれませんでした。リアがちょっと下がりすぎかなというふうに思うんですけど、これぐらいにしないとうまいこと入らなかったので、車高はこんな感じになっちゃってますが、まあこんな感じです。リアの車高左右でだいぶ違いますけど、設置させようとすると、4点設置させようとするとこれぐらい差が出ちゃいました。なのでまあこんなとこかな。フードストラップっていうのかな、このね後ろのね、これも92のレビンのねグループ A から流用しています。あとはまあキットそのままで組んだっていう感じですかね。まあなんとかギリ筋彫りが彫り直せた、筋彫りとかモールドが彫り直せた、もう彫り直しきれてないところもあったりだとか、歯滑りまくってるとかありますけど、のが、まあ、9ロット。現行ロットはもうさすがにちょっと、いいかな。一回ね、挫折したって話しましたけど、ボディ金型だけなんとか修正してくれないかなっていうふうにずっと言ってましたけど、どっか新規で作ってくんないかな。無理か。みんなシビック大好きだもんね。何度も言いますけど、自分はカローラ大好きですよ。特に100系のカローラ大好きですよ。レビントレーノも大好きですよ。セレスマリノも大好きですよ。ワゴンも大好きですよ。100系のね。バンも好きですよ。
その人がこんだけ悲しくなるっていうことで皆さん察してくださいよ、本当に。なんでシビックと比べてこんなになっちゃったんだろう。もう次なんか、まあ依頼来てもちょっとひょっとしたら断るかもしれないですね、もうこれは。特に現行ロットはもうちょっとまともに形にできないだろうし、っていうぐらい自分は悲しくなりました。自分の好きな車とか思い入れのある車でここまでこうなえるっていうのはなかなかないですよ。まあもちろんね、何度も言うけど、これが100系のレヴィンをキット化してくれたっていう、そのこと自体、そのことはすごく嬉しいことですよ。それはもちろんありがたいことだし、そこに関してはあれなんですけど、やっぱり EG と比べちゃうな。 EG と比べ、 EG が出てなかったりとか、 EG がこれぐらいのクオリティだったらもっと喜んでたと思うんですけど、っていう風に思っちゃうキットでした。なので多分自分から進んでも現行ロットは まずできないだろうから、現行ロットはやらないし、旧ロットももう入手したいとも思えなくなっちゃったっていう感じでしたね。まあ今デカール街でいろいろ出てますんで、もっとうまく作れる方は、そんなことないよ、このキットはもっとこういう風に作れるよっていう方もいっぱいいらっしゃると思いますんで、そういう方はもうどん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 かっこよく仕上げてあげてください。自分はあのメーカー完成見本みたいに仕上げられる腕がないので、そういう腕があったらもっと喜んでると思うんですけど、そんな腕はないので、自分は正直ちょっと悲しくなってます。というわけでですね、今回は、長谷川のカーショーカローラレビューでした。ご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いします。